セザンヌのカード遊びをする人々、パリ、オルセイ美術館、カード遊びをする人々は、フランスの後期印象派、ポール・セザンヌによる油絵の作品。彼の晩年にあたる1890年代に描かれた5枚の絵を指すが、それぞれは絵の大きさやカード遊びをする人数が異なっている。セザンヌは、この一連の作品のために、無数のスケッチや修作を描いている。 2011年にカード遊びをする人々の一枚がカタールの王族に売却されており、その時についた2億5000万ドルから3億ドルと推測される価格からかつて売却された芸術作品としては最も高価な一枚となった。このカード遊びをする人々は、批評家によって1890年代初期から中期にかけてのセザンヌ作品の要であると考えられて、 いるばかりか、最も評価の高い作品が描かれた晩年への、プレリュードでもあるとみなされている。カード遊びをする人々はどれも、キセルをく揺らせて、カード遊びをするプロバンスの農民たちを描いている。彼らは、全員が男性であり、カード遊びに熱中して顔をうつむけ、目の前の勝負に没頭している。この主題はセザンヌによる17世紀のオランダと、フランスの風俗画の本案である。 このジャンルではよく居酒屋で酔っ払った賭博者たちが行う創造しいカード遊びが描かれたのだが、セザンヌはそこに登場する仏頂面の商売人をもっと簡素な舞台に置き換えたのである。またそれまでの風俗画が誇張された劇的な瞬間を捉えるものであったのに対し、セザンヌの肖像画にはこのドラマが欠けているだけでなく、物語らしい物語や規制の人物造形もないことは、 注目に値する。テーブルには、封がされたワインボトルが二人の間に置かれている他は、酒も金も乗っていない。周知のように、この二つは17世紀の風俗画には、決まりのように書き込まれていたモチーフである。ルナン兄弟の一人が描いた作品に、セザンルの家にほど近いエクサンプロバンス美術館に展示されているものがあるのだが、これもカード遊びをする人々を描いており、 彼にインスピレーションを与えた作品としてよく引用されている。この作品のモデルは地元の農夫であり、セザンヌ家の屋敷であるジャドブファンの小作人もいた。彼らはどの絵でも静かでじっと集中する姿が描かれており、お互いの顔ではなく手にしたカードに目を向けている。おそらく作品の外においても、このカードは彼らがコミュニケーションを取り合う。 唯一の手段だったのだ。ある批評家はこの情景を人の生物画と表現しており、また別の人間は登場人物たちがゲームに熱中する姿は画家が自身の芸術に没頭する様を映し出したものだと考えている。セザンヌは合わせて5枚のカード遊びをする人々を描いており、後から制作された3枚は構成や人物の数が似通っているため、 一つのバージョンとしてまとめて扱われることもある。作品が描かれた正確な時期については分かってはいないが、長い間セザンヌは大きなカンバスから出発し、その後は切り詰めるように画布を小さくしていったと考えられていた。しかし、その後の研究でこの仮説は疑わしいことが分かってきた。カード遊びをする人々1890年から92年に、 制作されたカード遊びをする人々が最も大きく、構成的にも最も複雑で、134.6x180.3cm のカンバスの中に5人の人物が描かれている。前景にカード遊びをする3人がいて、半円状にテーブルについた彼らの後ろに2人の見物人がいる。絵の右手には中央と右側の男の間に少年が腰掛けており、 その目を伏せて、このゲームをじっと見守っている。後ろにはもう一人、左と中央の男の間に壁を背にした男が立っている。パイプでタバコを吸い、おそらくは自分がテーブルにつく順番が来るのを待っている。セザンヌは画面に奥行きを出すとともに、感謝の目をカンバスの上の方に向けるため、この立ち姿の男を描き加えたと考えられている。枚の絵はどれもそうなのだが、 ゆったりとした服を着て、自然な姿勢でカード遊びに没頭する、この農夫たちを上舌に物語るものは何もない。ニコラス・ウェドレイはこの絵に相反するものの緊張関係を見ていて、移り変わる色や光と影、帽子の形、服の手話といった要素が相反しながら胎児という物語を生み出している、と述べている。他には一連の作品に提示されている。 疎外のテーマが最もよく現れているのがこのバーンズ財団の番であるという専門家もいる。カード遊びをする人々ニューヨークのメトロポリタン美術館には宿役版とも言うべき4人のカード遊びが展示されているが長い間これは2番目に制作された作品だと考えられていた。6 5 4 x 8 1 9トルという大きさでバーンズ財団の絵と比較して 半分以下である。構成そのものは実質的にほぼ同じであり、少年がいなくなり、勝負を見守る男の視点がわずかに近くなったほか、人物間の距離は狭くなっている。バーンズ財団版では少年と真ん中の男が帽子を被っていなかったが、この絵では全員が帽子を被っている。画面左手の棚と花瓶が姿を消し、壁の中央に 下半分だけ覗いていた額縁もなくなって、勝負をする二人の後ろでタバコを吸う男と共に、背景に残るのは四本のキセルと垂れ布だけである。大きなバージョンよりも画面は明るく、青のトーンも強くない。X 線と赤外線を使用した研究により、この絵には丹念な油彩による厚い層の下に、理論上は黒煙による下絵の層があることが明らかになった。 このことは、この絵が、それまで信じられてきたように2番目に制作されたカード遊びをする人々なのではなく、むしろ2つの大きなバージョンの修作にあたることを示唆している。つまりこの下書きの存在には、セザンヌが、それまでの修作では個々に描かれていた男たちを1枚のカンバスに移し替える困難な作業を行っていたと考察させるものがある。この、 空間的な混乱を、セザンヌは後に制作された3枚のカード遊びをする人々において見物人と不要なディテールを削ぎ落とし、カードに没頭する2人のプレイヤーという絶対的な要素のみを描くことで解決したと考えられている。そこには均衡が取れているけれども、非対称的な構図があるということができるが、同時にカード遊びをする2人は、 お互いがルールに基づいた対立におけるパートナーであるという点で必然的に対照的でもある。タバコを吹かしている左手の男は唾のしおれた山高帽をかぶり相手より黒くフォーマルな服を着込み背筋を伸ばして座っている右手の男の口にタバコはなく唾が上を向いた低い帽子をかぶっておりゆったりめの服を着てテーブルの方に体を丸めている 二人が手にするカードも色の明暗がコントラストをなしている。二人だけを描いた絵にはどれもテーブルの中央にワインの瓶が一本置かれているが、これは二人のプレイヤーの境界線だけでなく、作品における調和の取れたシンメトリックな構図の中心線を表現するものだと言われている。三つのバージョンのうち、おそらく最も有名であり。 最もよく複製されているのが、パリのウルセイ美術館に収蔵されたものである。寸法は 47.5x57cm と最も小さい。このウルセイ版は、美術史屋のメイヤー・シャピロの言葉を借りれば、最も普及の価値を持ち、最も洗練されている。人物の外見はよりシンプルになっているが、その関係には変化が起きている。 最も淡い色彩で描かれたオルセイ版が一般に最後に描かれたカード遊びをする人々と考えられている。まず絵における軸が移動しており、左の男は画面の中で椅子まで描かれたより完結した人物として提示され、干渉者との距離が近くなっている。右側にいる彼の対戦相手は背中がカットされていて、テーブルは水平に対して直角に描かれている。 ある批評家は、この絵における、セザンヌの色使いに、抑制のまやかしを見ている。このバージョンは、1961年に、X での巡回展から盗まれた8枚の、セザンヌ作品の一つであることでも知られている。盗難品の中でも、最も価値の高かったカード遊びをする、人々のために、フランス政府は4色ずりの記念切手を発行している。 しかし盗まれた作品には代金が支払われたため数ヶ月後には返却された。二人のプレイヤーのみが描かれた作品は他にロンドンのコートオールドギャラリーに収蔵されているものと個人のコレクションになっているものがある。2012年2月、バニティフェア氏はカタールの王族が2011年にこのバージョンのカード遊びをする人々をギリシャの海運王ジョージ・エンビリコスから購入したと報じた。 それによると購入価格は推定で2億5000万ドルから3億2000万ドルという記録的な金額だった。セザンヌはカード遊びをする人々のために大変な数の修作とした絵となるドローイングを残している。最も大きな作品から始め小さなものに取り掛かっていったと長年考えられてきたが21世紀になって X 線が分析に導入されたほか 残されたスケッチや修作に対して、さらなる研究が行われたことで、セザンヌにとっては、修作も小さいバージョンのカード遊びをする人々も、より大きなカンバスに描くための予備作業に過ぎなかったと考える研究者も現れるようになった。地元の農夫を描いた十数枚のスケッチ及び色まで塗られた修作は、セザンヌが最後の作品に向けて取り組んだものだった。 モデルが実際に画家の前に座っていたのは完成した作品そのものではなくこれらのスケッチを描いている時だったと考えられている。セザンヌがこうした死体を制作したのはおそらく X のカフェの中であった。終作のうちの何点かはそれ自体が一個の作品として高く評価されている。ロンドンのコートルードギャラリーでこの作品の隣に展示されている。 パイプを持つ男はその典型であり、同時期の同じようにタバコを吸う男を題材にした絵と並んで、多くの人が、セザンヌの最も優れた肖像画とみなしている。2010年から11年にかけて、コートオールドギャラリーとメトロポリタン美術館の合同で、カード遊びをする人々と初期の収作やスケッチ、関連作品の企画展が開催された。この展示会は、 ロンドンで2010年10月21日から2011年1月16日まで、ニューヨークで2011年2月9日から2011年5月8日まで開かれた。これはカード遊びをする人々をテーマにした最初の展示会とされており、これまでもコレクションが同時に展示されることはあったが、その中でも最も充実した会だったと言われている。この時はコートールド、メトロポリタン、 オルセーが所有する3枚は揃ったが、バーンズ財団と個人コレクターが所有するバージョンについては財団が貸し出しに許可を出さず、個人コレクターも作品の公開を拒否したため、複製が展示された。パイプを吸う男を題材にした作品群についても多くのスケッチや集作が揃ったが、エルミタージュ美術館のパイプを持つ男は法的な問題が生じたため、 ニューヨークまで巡回することはなかった。グレイデイテッドエリアオブセンリーアップライド、プライミングカラーユーズドフォーソリッドフォームズ、アンドゼアアピアレンスオブストラクチャーイズメットウィズ、ライラックアンドグリーンユーズドツーライブンザキャンバス、アズウェルアズザブライト、ディープカラーユーズド、オンザロアーハーフフォーザテーブルクロース。ありがとうございます。